でそうするとどんな商品が、まあ、入ってますよっていうのがもう画面に表示されてますよね。でこれすぐ認識するようになってまして、各そのポートにこの QR コードがあってあるので、まあ、そちらを自動で認識しますので、まあ、あとは完了を押すと、もう自動で中に取り込まれていくで、まあ、次々その空いたところに置いて、まあ、完了を押していくと。じゃあせっかくなので丸のマークついている方はちょっと